はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。 IT ブログです。はい、ということで今日はね、ちょっとタイトルにもある通り、ドイツと日本の文化の違いについてね、ちょっと話したいと思います。はい、ドイツと日本の違い、ドイツ人と日本人の、まあ、国際カップルなんですけど、まあ、お互いね、日本とドイツ両方の国に行ったことがある、そんな僕ら2人が見たドイツと日本の、まあ、違いですね。これをちょっと話していきたいと思います。まず1個目、はちょっとこれが僕がねびっくりしたことなんだけど、ドイツって仕事中に昼からビール飲めるんですよ。これ最高じゃない？これマジで、これ本当にドイツに行った時に初めて聞いて、はい、これやばいなと思って、これドイツにワンチャン暮らしてもいいなとか、ドイツで仕事してもいいなって思えた一つの要因なんだけど、私の経験からすると、 BMW の車会社でちょっとインターンしてて、うん、はいはいはい、はい、そこの食堂で普通にお昼にビール一杯とか飲んでる人結構いました。それワイヤーだよね。そんなビール飲んで昼から仕事するモチベーションになるのかね。年齢制限はあるものの、普通に20歳超えてれば16歳。え本当に？やば、さすがビール大国だわ。いや、それ今動画撮ってて今衝撃だわ。16歳なんだ。ビールは16歳。あの、逆に20歳まで待たなきゃいけないなら、20歳の時で、あの、両親とかがいなくて初めて潰れると危ないでしょ、逆に。はいはいはい、早い方がいいかもしれない。20歳超えて友達同士でビール飲んとかお酒飲んでわちゃわちゃして事故が起きるよりはってことだよね。そうそう、若いうちに両親の元でビールを飲み始めて、確かにそれはちょっと理にかなってるかもしれないね。だよね。ビールといえば、なんか日本でちょっと飲み会多くない？仕事の、そう、あのコンサル会社で働いてて、結構私のチームメンバー男性は特に多かったかな。まあ、日本の職場環境でいうと、こう仕事して残業して、その後ストレス発散でみんなで職場のみんなで飲みに行ってわちゃわちゃするっていうのは、まあ、よくあることだよね。ドイツはないのか。ドイツはそんなないね。そっか、職場の人飲みに行かないんだ。もうそこは職場とプライベートはもうきっちり分けてるから、仕事は仕事で飲みに行くんだったらもう友達ととかになるから、なんか年に1回2回ぐらいはなんかクリスマスパーティーと夏祭りみたいなことがあって、それ以外はないんじゃない。あ、もうイベントごとがないと職場のみんなとは別に飲みに行かないんだ。そうだね。それだいぶ違うね。お酒は全然違う。だ、まあ、あと日本人はね、なんかちょっとサイコパス的なところあるよね。飲み会でさ、めちゃめちゃ別人になる。そう、別人になるじゃん。だからさ、日頃上司であんまり喋れないような関係性の人でもお酒が入るとちょっと慣れ慣れしくなってめちゃめちゃ喋れる人とか、わけわからんぐらい盛り上がって次の日会社行くとみんなこうやってカチャカチャしてる。戻ってる。ちょっとあれはサイコパスだよ。その前の日がなかったみたいな。確かに。みんなあれ記憶忘れたのみたいな。そういう感じがあるね。あれ本当に昨日飲み会あったっけ？本当に私の夢の中で見たかな。人がまるで変わるよね。っていう、まあお酒に関してはちょっとね、ドイツと日本大きく多分違うと思います。はい、2個目は日本にゴミ箱がないこと。私初めて日本に来た時に歩いたら、なんか私のゴミどこに捨てればいいのってまあ今分かったのが、まあコンビニとかにはあるけど、でもなんかドイツは本当に30メートルごとにゴミ箱があって、そう、俺もドイツってびっくりした。でそれがあって、もうなんか人がその30メートル歩かずにそのままで道に捨てるよね。ちゃう人もいる。確かにそう考えると、そう言われてみると日本って道にゴミ箱ってないし、公園とかも、まあ、あるけど決められた、まあ、トイレの横とかにはゴミ箱ちゃんとあるけど、探さなきゃいけない。そうだね、探さなきゃ今もそうだわ、探さなきゃいけないわ。で、だいたいゴミがあったら自分のカバンとかに入れとくし、で、しかも日本人ってさ、ゴミをさ、道に捨てないじゃん。もうこれは本当素晴らしいことなんだけど、はい、捨てないからもうずっとみんな持ってるよね。持ってゴミ箱あったらまあ捨てるみたいな。そっか、そこはドイツと違うか。ゴミ箱の数全然違うね。はい、次3つ目。3つ目はこれはちょっと僕がびっくりしたことなんだけど、ドイツに行った時に日焼けサロンに女の人がどん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 入っていってて、これは本当にびっくりした。女の人焼きに行くのって思って。あ、ドイツはあの白いのが嫌だ、パンがあるのが、まあ、麦色っていうね。本当にびっくり。これって日本と多分真逆だと思うんだけど、日本の女性って
いかに自分を白くするかで、それにめちゃくちゃ頑張ってるでしょ。そのちょっと日が出たら日傘を持つとか、傘をさして、なんかあの黒いね、手袋なんか冬より夏に服をいっぱい着てるのがなんか日本で初めて見たよ。で、日焼けクリームとかもめっちゃ塗るじゃん。おかしいよ、あれもやばいよ。このあのここがでかいハットみたいな、そう、何マダムみたいな、マダムがここが見てるでしょ。あんなもギャグだけどね。まあでもそれぐらい日本って日焼けに対して抵抗があるじゃん。もう白さを追求する、美白が一番みたいな。私めっちゃ白い色が欲しいけど、全然私白か赤。その白人女性って日焼けしても色が濃くなんないんだよね。そう、日本人だったらさ、なんか綺麗な茶色とかになったことない。ヨーロッパ人の女性ってもともと白くて、日焼けしたところでその次の日にめっちゃタコみたいに赤くなってすぐね、また白に戻っちゃうんだよね。だから単純に日焼けするとダサくなるんです。ダサくなる。ゆでだこみたいになるんです。日焼けした 2,3 日間はゆでだこみたいな状態になって、そうするとまたあとは白く戻るみたいな。で、私なんか別に日焼け止めとかも、日焼け止めとか塗らないし、あんまり化粧もしないんだよね。そう、あんまり何も塗らないから、タカのお母さんによく言われるちゃんと塗ってねって、なんか焼けちゃうから日焼け止め塗りなさい、シミが出るよっていろいろ言われるけど、私はあんまり、いい。若いうちに日焼けをバン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 当たると、年が経ってからどんどんシミが出てくるじゃん、顔に。でもそれってシミが出ることは悪いことじゃん、日本で言うと。日本の女性からするとシミは別に作りたくないし、シミがない美白で綺麗な肌が美しいとされてるけど、ヨーロッパの女性の考え方は、まあ、そういうわけでもなくて、別にシミがあってもそれが可愛いっていう感覚なんだよね。だからそこはもう本当にね、真逆、びっくりするぐらい真逆。おばあちゃんになってからシミがめっちゃ出てくるかもね。私はおばあちゃんになってもめっちゃ可愛いよ。はい、次4つ目は、私がびっくりしたのが、日本のコンビニの便利さ。24時間毎日、はい、何の日でもコンビニ、ね、コンビニがやってて何でも買えるみたいなことがあって、本当にそれが感動してる。今旅してて思うけど、日本のコンビニほど優れてるお店はないよ。マジで年中無休で真夜中でもやってるからね。真夜中ちょっと小腹が空いたらコンビニ行ったらめっちゃうまいご飯買えるしね。で、なんかコーヒーもうまいし、スナックとかもいっぱいあるし、アイスクリームとか。で、食べ物だけじゃなくて日用雑貨とかも売ってるじゃん。シャンプーも売ってるし、日焼け止めも売ってるし、パンツとかも売ってるし、雑誌とか。何があればコンビニに、何かあったらコンビニにっていう日本人の感覚があると思うんだけど、海外ってそれが通用しないから。あとコンビニがそもそもない。日本みたいに50メートル、100メートル歩いたらコンビニがどん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 出てくるみたいな状況はまずない。個人経営のコンビニみたいな、なんていうの、キオスクっていうのはあるよね。でもヨーロッパにキオスクはあるけど、キオスクは別に便利じゃない。タバコとか飲み物は買えるけど、食べ物とかは売ってないし、とか日用雑貨とかも別に売ってないしな。そう思うと日本のコンビニってマジで便利だな。海外行って本当に日本のありがたさがわかる。はい、very convenient。 ドイツはその真逆で、日曜日には何にも開いてない。スーパーマーケットとかもやってないし、普通のお店もやってないし、で日曜日以外も朝8時から夜8時までとかしかやってないお店がほとんど、はいはいはい、だからもう日が暮れたらいろんなお店がクローズしちゃうから、買い物したかったら日が暮れる前に行かないともう何も買えなくなっちゃう本当に。まあ、もしね、旅行でヨーロッパ行く方とかね、まあ、日曜日ちょっと注意した方がいいですよ本当に。今4つ行ったよね。はい、5つ目、ちょっと待って、もう今だいぶ話してるわ。はい、ということでね、これね、本当もっともっとあります。もう莫大にあります。ただちょっと動画が長くなりすぎちゃうので、まあ、今日はこの4つで。で、まあドイツにいたことある方は何か気づいたことを下でコメントをちょっと書いてほしいな。そうだね、確かにシェアしてほしいよね。もしある人がね、いればコメント欄に書いてちょっとみんなとシェアしてください。もしこの動画が面白いと思った方は、これは日本語の文章が正しくないな。正しい正しい。もしこの動画が面白いと思った人、正しい正しい。もしこの動画が面白いと思った方なら、方は、日本語できないな。
はい、面白いと思った方はいいねボタンを押してください。はい、でね、チャンネル登録もぜひお願いします。でもしこの動画でもし好評だったらもっとね、違いっていっぱいあるので、ちょこのパート2みたいなのも作りたいなと思います。はい、でね、今僕ら実はね、国際カップルで2人で1年間かけて世界一周をしてます。なのでね、まあ、この動画、まあ、このチャンネルの中で他の動画を見ると世界一周をね、してる様子を動画配信してるので、ぜひね、他の動画もチェックしてみてください。そう、面白いこといっぱいあるよそう、そうだよ、その通り、そうだよ、私たちは面白いよってだいたいね、自分で面白いよってやつ面白くないけどねチャンネル登録をしてぜひ次の動画も楽しみにしていてください。てな感じでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。